もう素晴らしいロケーションで、あの、こういうレジデンスで撮影させていただくっていうことでもう大変興奮しまして、昨日見せていただいたんですけど、はい、で、今日撮り終えて、もうホッとしてます。 特にプールとジムが最高ですね。それとあの図書館にとても素晴らしい本があの飾られていて、これを一冊ずつ読んでもとってもあの自分の心のあの宝物になるような気がしました。眺めはやっぱりもう海が見えて山もあって緑もあってこういうところでね、本当にのんびりできたら最高ですね。 そうですね私はあのあんまり過去を振り返らないというかまあいろいろことはありましたけれどもやっぱり今を大事に生きるっていうことをモットーにしてるんですだからそう今が一番っていうのは好きな言葉ですね楽しくありたいというかいろんなことはありますけれども今をしっかり生きるっていうことが明日につながると思うんですねやはり自分自身で自分の 体を、あの、しっかり把握して鍛えるっていうことですかね。うんはい、泳いだり、まあ今はジムのトレーニングを少しやってますけれども、はい、あの、まあこれからも、なんかもうちょっと他のスポーツもできたらいい、いいなというふうに思っているんですけど。はい、スクワットは、あの一応1日に60回ですかね。足っていうか太ももなんですってね。 あの転ぶっていうことが一番怖いんでそれを防ぐためにはあのまあスクワットじゃなくてもいいってあのドクターおっしゃるんですけどねあのとにかく太ももをしっかりあの丈夫にしとくっていうことが大事だっあの母があの若い頃から短歌を読んでたんですね。だからあの妹も今 あの、年を重ねてからやり出したので、私も歌が読めたらどんなにいいだろうということはあって、うん、運動の点では太極拳っていうをね、ね<え>やってみたい。<え>今回このようなね、素晴らしい場所で、素晴らしいあの、施設で、 ロケさせていただいたんですけれども、皆さんそれぞれ、あの、ご自分のこれからの新しい生活っていうのは終わりだと思うんですけれども、皆、あの、お体に気をつけて、えー、素敵な、あの、場所で素敵に年を重ねていただきたいという、それは私も同じ、あの、気持ちなんですけれども。うんうん、ありがとうございました。